ジョシュア・マイケル・リチャードソンは、アメリカ合衆国、オクラホマ州、エドモンド出身のプロバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスに所属している。ポジションは、シューティングガードとスモールフォワード。テネシー大学で4年間在籍し、最終学年の2014から15シーズンに、SEC のファーストチーム、オールディフェンシブチームにも2年連続で選出された、リチャードソンは、 2015年の NBA ドラフトで2巡目40位でマイアミヒートから指名された。2015から16シーズン、2015年11月5日のミネソタティンバーウルブズ戦で NBA 初出場。2016年3月11日のシカゴブルズ戦では自己最多の22得点を記録し、敵地ユナイテッドセンターでの118から96の対象に貢献し、 同月の東カンファレンスの最優秀新人選手に選出された。このシーズンは52試合で平均21.3分に出場し、6.6得点2.1リバウンド1.4アシスト0.7スティールを記録した。2016から17シーズンは53試合で平均30.5分に出場し、10.2得点3.2リバウンド2.6アシスト1.2スティールを 記録した。試合中にヒートヘッドコーチのエリックス・ポールストラに耳を傾けるリチャードソン2017から18、シーズン開幕前の2017年9月13日、ヒートと4年4200万ドルの延長契約を結んだ。このシーズンは81試合で平均33.2分に出場し、12.9得点3.5リバウンド2.9アシスト1.7スティールを 記録した。2018から19シーズン、2018年11月18日のロサンゼルスレイカーズ戦でテクニカルファウルを受けて退場処分となり観客席に靴を投げ込んでその後に万5000ドルの罰金処分を受けた。2019年2月10日のゴールデンステート、ボリアーズ戦で自身最多の37得点を記録した。このシーズンは73試合で 平均34.8分に出場し、16.6得点3.6リバウンド4.1アシスト1.5スティールを記録した。2019から20シーズン開幕前の7月、ジミー・バトラー、ハッサン・ホワイトサイド、モーリス・ハークレス、メイヤーズ・レナードなどが絡む4球団間でのトレードにより、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズに移籍した。2019年11月27日の サクラメントキングス戦で右ハムストリングを痛めてその後6試合を欠場した2020年1月22日のトロントラプターズ戦で左ハムストリングを痛めてその後6試合を欠場した3月1日のロサンゼルスクリッパーズ戦でチームメイトのアレック・バークスがレイアップの後に後ろに接近してきたところ彼の後頭部とリチャードソンの頭が接触し負傷退場し 脳神盪と診断され、その後3試合を欠場した。2020年11月18日、セスカリーとの引き換えに、2020年の NBA ドラフト全体36位指名と共に、ダラス・マーベリックスに移籍した。2021年7月31日、モーゼス・ブラウンと引き換えにボストンセルティックスに移籍した。ありがとうございます。